アラン・ジェイパクラは、アメリカ合衆国、ニューヨーク出身の映画監督、映画プロデューサー。ポーランド系ユダヤ人の両親のもとに生まれる。イエール大学で学んだ。最初は、ワーナーブラザースのアニメ部門で働いていたが、パラマウント映画に移ってからプロデューサーとなり、アラバマ物語をプロデュースして、アカデミー作品賞にノミネートされる。 1969年、口づけで映画監督としてデビュー。1975年の大統領の陰謀でアカデミー監督賞にノミネートされ、1982年のソフィエの選択でアカデミー脚色賞にノミネートされた。サスペンス映画を得意とした。1998年11月19日、ニューヨーク州ロングアイランドの高速道路で交通事故死した。 70歳没。アラン・パクラ・バイオグラフィー・ハット・ジョンジー・アビル・ドソン・ウィンズ・ベスト・ディレクティング・1977・オスカーズ・オスカーズ・2020年12月16日閲覧。スター・アン・ゴールド・ジェームズ・アラン・ジェイパクラ・フィルム・ディレクター・ディエス・アット70・ザ・ ニューヨークタイムズ、http://query.nytimes.com/.gst/.fullpage.html s e ht ですイコール ql7e7、e、で1230回 933a15752c1a96e958262009 年3月17日、閲覧。 ベリカン文書映画、ワウワウオンライン。ありがとうございます。